新堂本兄弟。新堂本兄弟はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。何にもやってないんだけど。はい、本日のゲストはチューブの皆さんです。よろしくお願いします。チューブの皆さん2年ぶりの登場なんですけども、25周年なんですよね、はい、おめでとうございます。25周年は長いですね。長いですね。数字にするとね、長いんですよね、うん、まあ、アルフィーの皆さん50年くらいですよ。それやってないよ。36年です、僕ら。36年、はい、まあ、長くやる秘訣はなんてたくさん聞かれたかと思いますけども、チューブの皆さんにとってのそういう部分っていうのはないですよね、秘訣。まあ、他にやることないのじゃないですか。他にない。喧嘩もしますしね。喧嘩されます。喧嘩しますつまんないことで、ズワ行って何食べるとか食べないとか、誰かエビ食ったとかね。そう、これまた申告しないと、うん、おお、そうかそうか。まあ、食い物の恨みはね、僕ら全然ないですね、もうそういうのも。あ、本当。この人はコップ一杯のビールを飲んだら上着をこうしてもらう。寝てますか。あ、ちょっと気持ちわかる。最近弱い。僕もそう。あ、眠くなります。長いのよ、この二人が。あ、パッパッ食べればいいのにね。そういうところでも喧嘩がない。そういうところでもイラッとくるの。早く食うじゃんと。合わない、全然。25年、これはやめれないね。油性で書くんだよ。舐めてくる。お風呂に入れてきて。また1枚いった。それではチューブの皆さんに質問です。四半世紀を共に過ごしてきたからこそ知っているメンバーの皆さんそれぞれの秘密を教えてください。まずは前田さん。はい。角野さんの秘密を暴露しちゃってください。この人はね、いろんなマニアで古物商の免許を持ってたり変わってます。はい。古物商の免許持ってたんですか。はい、そうなの。すごいですね。古いものを扱うお店に商人として入ったりとか。へー、すごい。え、売り込みに行ったりするわけ。売り込みには行かないですね。行かないんだ。坂崎さんと一緒にやってんの。一緒にはやってないですけど。仲いいよね。仲いい。では春畑さんの秘密を前田さんお願いします。この人お酒飲むんですけど、もうとにかく酔ったらゾンビ。ゾンビ。ゾンビ。ゴミ。ゴミ。ひどいです。記憶があるうちに帰りなさいと。はい、はい、そんなに飲む。いや、もう本当ゴミですよ。ゴミですか。ゴミ。帰るぞって言って、もうぐにゃぐにゃですから。捨ててやろうと思うような。でも担いで帰ってくれるように。優しい。綺麗に寝ちゃうという感じですか。そうですね。あの、そこら辺の記憶はないんですけど。記憶はもうない。では松本さんの秘密を前田さんお願いします。この人はね、なんかほとんどが秘密ですね。例えば北陸ツアーとか東京から行くはずなのに、うん、車で現れたり、ウィーンと入る前に止められるタイプ。そうですね。チューブのコンサートでチューブメンバーが止められるんだ。検問とかに止められてる数は多分ミュージシャン界ナンバーワンだと思います。ちょいちょい止められる。でもこの方リハーサル終わってバスローブで楽屋口に入ろうと思ったらガードマンに、すいません。あとこう近畿のこうパス、はいはいはい、がこう T シャツの柄になってる、うん、そういうデザインの T シャツがあったんですけど、それ着てこうやって通ろうとしたら、それじゃちょっとまあ確かにね。本人は。それでは前田さんの秘密をまずは角野さん教えてください。あ、かなり涙もろいですね、うん、前にみんな仙台からでタイタニックを見に行ったんですよ、うん、もうね、声が聞こえるの。映画あんまり行かないんですよ。高級ですよね。もう喋れなくなっちゃうのね。はい、はい、ってさ。そんな、内容も私が覚えてないの、悲しいしか分かんなくて。では松本さん。起きないんですね、寝ちゃったら。全然起きないんです。大体1日どういうぐらいの睡眠取らなきゃダメ。9時間。9時間は結構多いですよね。寝すぎじゃないかだと思うんですけど。今ツアーもみんなこれですか。
そうやって残されるんだ。そうっすな。さっきマネージャーが鍵を通報。僕はプライベートがないんですよ。誰かが鍵持ってて。起こさないとどれぐらい寝ちゃうんですよ。ずっと寝ちゃう。何日も寝ないですけど。すごいですね。そんなに見たことねえ。でも前24時間寝たことあったよね。レコーディングしててね、今日いつだとか言い出して、今日確かに日にち感覚分かんなくなりますよね。では春畑さんに質問です。はい、春畑さんはチューブのメンバーにできることなら直してほしいという苦情があると聞きました。この際ですからメンバーの皆さんに一言ずつ苦情を言ってみましょう。まずは前田さんに直してほしいことは何ですか？あのみんなで飲んでる時に、うん、必ずすぐじゃんけんゲームとかになっちゃうんですよ。じゃんけんゲーム一気飲みで、その時に激まずドリンクをさらに作るんですよ。なんかいろいろミックスして、うん、それやめてほしいです。せっかく美味しいコーヒーを飲んでんのに。もうパセリ入れるわ、酢入れるわ。だってみんなね、打ち上げでわー頼んで残すわけですよ。残したらダメでしょう。ダメでしょ、ダメでしょ。混ぜてもダメですけどね。混ぜてもダメですけど、飲んだ人がね、えずいたりしてるとご機嫌ですよ。ドレスですね。すごいな。ドラ好きなんですね。では続いて、角野さんに直してほしいことは何ですか？あの食事の時に、うん、舐めてた。完全に癖ですね。なんか箸が汚れてっちゃ悪いと思うのかな。一回どうしても舐めてからこうやって見てる人からするとそれ余計嫌だよね。嫌だよね。やたら噛むよね。くちゃ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 ずっと噛むよね。噛む時間も長い。時間も長い。だからゆっくり食べる。そうなるほどね。まあ消化にはいいですからね。すごい噛んでる間、あのご飯がここを取ったらそこをまた鳴らすな。まっすぐに戻すんだ。盛られた状態がこうだんだん減っていく感じが好きみたいな。で、あのなんかつけて食べるじゃないですか。で白くなくなるでしょ。はい、それは裏返しにして白くして。いやすごい。それはちょっとすごいな。神経質なんですかね。焼肉も焼きすぎだよね、ちょっと。それは俺の好みだからいいんじゃないかな。横にいると、あ、焦げたからこれごめんなさい捨てようと思うと、あーって言って焦げすぎたやつ取るよね。あのこれは俺が育ててるからって言って縮んでますよ、真っ黒になって。それでは松本さんに直してほしいことは何ですか？時々車乗っけて送ってもらうんですけど、レースもやってるから常にあのリアを滑らせながらもキュッ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 と、バイクも後ろに乗っけてもらっても、もう地面がここぐらいまで来るみたいな。そんなハングオーのめちゃめちゃやってますやん。いや急いでるかなと思って。いやいやいや急いでないから。急いでるかな。普通にいてもいけると思いますよ。うん、お願いします。すみません。では次の質問です。デビューからの25年間を振り返って、あれは大ピンチだったという驚きのエピソードがあれば教えてください。前田さん。ピンチというかですね、あの初めての生放送が急にその日の昼に決まったっていうのがあって、まあみんなお休みだったんだ、それをみんな集めなきゃいけない、携帯もない時代でしたから。ああそうですね。伝説の夜のヒットスタジオですね。なんか問題が起きたんですよね。こう帰れって言われた人たちがいて、それで初出演の時に我々はザ・ウェイブの皆さんだって紹介された。訂正できなかった。訂正できなかった。ウェイブです。ウェイブです。なんでねえやんか。訂正行きましょうよ。そこはお願いしますよ。それでは、俺ってダメ人間だなぁと思ってしまうのはどんな時ですか？春畑さん。人の名前が覚えられない時です。覚えられないですよね。ですよね。紹介されたその場では分かんないんですよね。それ早すぎますね。それはすごいです。その場で紹介したのにもう忘れちゃう。だからその場合はもうジャニーさんになればいいんですよ。もう全員ユウって言って。あれがね。なるほどね。ユウさって言ったらはいってなるわけね。僕はあのバイクが好きでハーレーでよくツーリング行くんですけど、方向音痴です。道は覚えない、人の名前覚えない。
すごいですよ。でもそういうのありますね。僕も車大好きですけど道を覚えませんもん。でも行き先は大丈夫ですよね。それだけは分かってます。今日ワンガスタジオ行こうって言うねんけど、どこ行くんやそういうことはないんですよね。僕ね、フジテレビは来れるんですよね。どこは行けないですか。フジテレビ行ける方が少ないですね。でも、例えば、じゃあ今日は日本テレビに行く、うん、ごめんなさい、自分で行ってくれって言ったら行ける。僕行けますよ。汐留は分かってても、汐留のどこやってのは分からなかった。同じ匂いがする。あれ一緒です。分かんないですよね。匂いするんだって。お前、何回も使ってるコンサート会場入るじゃないですか。全然違う方行きますからあとステージ向かってる時からも、おい、どこ行くね、こっちや普通にこんなヒラヒラしながら。それでは松本さんがダメ人間だなと思ってしまうのはどんな時ですか。なんか食べ過ぎちゃった時ですかね食べ過ぎちゃったお寿司食べに行って、でちょ、まあ飲むじゃないですか。でジンギスカンかなんか食べようと食べて、で飲んで、でまたラーメン行こうって。寿司ジンギスカンラーメンも売ってますよ。すごいですね。北海道の夜ですね。そうですねそうなんです。本番前に味噌汁飲んでますからね、これステージドリンクなんですね。ステージの横でもうスタンバイなのに、まださみが今日どうみんなって言ってる後ろの方で、ステージドリンク味噌汁すごいなドラムセットの横に置いてるうわ、意外とそれ普通だったりするんだよね。お菓子が近いですか。でも胃は弱いんですよねそれでも胃が弱いね。では次の質問です。お酒でやってしまった大失敗を一つ教えてください。前田さん、随分昔ですけど、とあるバンドと飲み比べ合戦みたいなのになってこれは負けちゃいけないみたいな、ゴミ置き場で寝てましたね。一番部屋になってたんですよ、僕はね。靴もこう後いた自分がゴミになってた状態ですね。そう一緒だったんですけど、ゴミを出す日に春畑前田がそのゴミの上で寝てて本当刺されてひどいですよ、人も。ああ生きてるか死んでるか確認、傘で起きたらみんなびっくりみたいな生きてるみたいな。では勝野さんのお酒での大失敗を教えてください。僕はまあちょっと本当に弱いのもあって、ちょいちょいみんなに飲んでても寝ちゃうんですけど、顔にギンギンにいたずら気をされて帰らされてホテルの入り口でファンの子にサインをしてるんです。まあ切ないですね。で朝起きてびっくりした。切ないですね。すごいサインされてた。どうしろくでもないこと書いたんでしょ寝てんのに起きてる感じ。怒ってる、怒ってる、怒ってる。笑わなかったサインしてる。あのね、あーってなってたんですけど、どっちのあーだかがよくわかんない。まあね、で俺ももう酔っ払ってるし、もう眠いし、あえた喜びのあーかもしんない。わかんない。こいつらね、油性で書くんだよひどいですね。違う、あの時は帰っちゃったやつってみんなで慌てたんだよね。あのまま行っちゃったよと、行っちゃったよっつって慌てて、ギンギンで行っちゃったよと。では春畑さんのお酒での大失敗は何ですか。ないですね。あれおかしい、毎回だ。覚えてないけどね、うん、毎回ゴミですから、うん、では松本さんのお酒の大失敗は何ですか。僕はそんなにベロベロにはならないんですけど、一度服を着たままですねお風呂に入ってしまったっていうのが不思議な光景ですよ。光景ですよ。最初気持ちいいから分かんないんですけど、分かんなくてねと思って、なんかこうスープの袋がこう浮いててあれと思って、なんかこうお風呂に入れてすごいですね。小腹が空いてて、なんかカップラーメンかなんか作ろうと思って、でもお湯もこう見て、で多分どっちか分かんなくなっちゃったりとか、あと帰んなきゃと思って、すごいですね。両方すごいすごいです。ダメだねこのバンド。いやすごいですよ。その後薄めてますもんね。温まるし飲めるし一石二鳥やって思ってしまったんですかね。やってるから、いや慌てたんでしょうねやっぱり。いやすごい。それはそれでは最後に前田さんにお願いです。25年間苦楽を共にしてきたメンバーの皆さんにこの場を借りて一言どうぞ。え僕がってことですか。はい、はい、
いろいろごめんごめんチューブの皆さんありがとうございました。25年間を活動していればいろんな出来事が、まあ、起きるはずということで、チューブ事件簿ベスト5。第5位です。じゃん。怖いお兄さんたちに囲まれた。これはどういった状況での事件だったんでしょうか。それはですね、私なんですけれども、うん、電車で移動するじゃないですか、はい、で東北かなんかの方で結構ガラガラだったんですよ、もう来ないなと思ってこう一人で座ってたんですよ、うん、はい、そしたらガラガラガラってドアが開いて、うん、どこだどこだってちょっと怖そうな人がいっぱい入ってきて、うんうん、ちょうど僕の前に全部座っちゃったんです。怖いですね。でもう出ようと思ったんですけど、ああ座ってろよって言われて、えそのままずっと座る。これ嫌ですよね。しかも向かい合わせの位置ですね。4人掛けの。そう、俺ちょうどここにいたのよ、その時領事側のね、こっちから、はいはいはい、と思いながら座って進んでます。話しかけられて、学生カップルで、いや仕事をしてますって言って、何やってんだって、いやバンドをバカ野郎と思ったら、何正直に答えてんだよ、有名かって言われて有名か、まあ、まあって言ったら、すごくちょっと歌ってみろって言われていや僕は歌わないんでって言ったら、じゃあ歌ってるやつはどこだって言ったんですけどで言えないじゃないですか、それもで僕が歌いましたよ、そこですごいじゃないですか。何歌ったんですか。ストップザって言っちゃった。むしろ止めてほしいぐらいの気持ちでね。ストップザ。2時間ずっと一緒にいましたけど、その方たち。軽いですね。いいですね。じゃあ続いて第4位。バンドなのに楽器なしで踊らされた。これ事件じゃないですか、これ。各曲のオーディションがあったんですね、はい、今ないですよね、そんなの。今はそうですね、オーディションで番組でってのあんまりないですね。で NHK に行った時なんですけど、はい、楽器特に持たないでいいからって言われて、うん、まあ後ろで適当にいてって言われて、うん、じゃあこんな風にするとか言ってすごいですね、それも、そのまあ、でもさ、歌ってあ、これ NHK なしだなと思って、はい、合格合格って言われて合格した、はい、まあね、以上のあとテレビもありますね。あ、テレビもテレビも僕がいいよっていうようなことありましたね。そんな顔してましたね。なんで俺たちこんな感じで、しょうがないよな。いやだってキンキキって例えば出てんのに後ろでリズムだけ取っといてって言われたら、まさにそういう感じになりますよね。ちょっとだけ目立ちたいですからね、やっぱりね。辛いですね。すごいね。さあ、夏バンドなのでよく海に入らされた。すごいですね、これも。あ、これは4月ぶりの雑誌とかだと2月ぐらいなんですよ、だいたい撮影とかが、うん、今日は夏ってまずカメラマンさんに言われ、言いますよね、絶対夏ちゃいますからね、めっちゃ暑いねとか言われながら、じゃあ海入ろうかって言って、あの私服なんですけど海入ろうって言われて、私服なんですけどこの後どうしたらいいのかとも言えず、カメラマンさんのなんかね話術全然聞かないんですよね。もっと見つめて可愛いこと僕を思って、知らんの、おっしゃらないよ。マイクも落ちるわ、ヒゲ生やして眼鏡かけたおっちゃんが、さあ今日は出ずだぞ、つよし多いぞ今から彼女と何しちゃうのかな。お前おっさんやないか。全然無理やねんな。でも仕事やからね、仕事やからね、一生懸命テンション上げてくれてるんですけど、ね、さあそして第2位、うん、ライバルはウーパールーパー。来ました、ウーパールーパー。懐かしいですね。これ多分85年に
流行ったと思うんですけど、そのちょうどオーディションの頃、よくウーパールーパーたちもオーディションに来てたんだよね。ちょっと待ってください。ウーパールーパーの着ぐるみ着て歌う。本物のウーパールーパーじゃない。本物じゃない。今の原田さんの話だと、ウーパールーパーほんまにいますか？順番待ちしてますよ。うん、いや、そうかと思った。いや、今ちょっとびっくりしましたよね。着ぐるみのね。着ぐるみで、それで僕たちは縦縞のストライプの衣装を着てたんですね、はいはい、そしたら着替えてる時に、ウーパールーパーたちがすっごい僕たちのダメ出しをしてるのが聞こえちゃったんです。 あいつら絶対チェッカーズの真似してるしとか言ってダサくねえとか言って全部聞こえてるよ。人間やと私もウーパールーパーが言ってますからね。ウーパールーパーでしょ。もうライバルしてましたね。世代1位。1位。ファンクラブのイベントをすっぽかした。これはちょっと私ですね。あれ、1日2回あったんですけど、1回目を行かなくて、まあ寝てたんですよね。また寝ちゃって起きれなかった。また寝てたんですね。ギリ最後の5分ぐらいで間に合って、いやもう受話器も上がってて、でまた引っ越しちゃったわけですよ。セキュリティがしっかりしたところにね、誰も入れなくなっちゃってけどずっと待ってはったってことですか？いや、3人はいたので。前田さんだけどうやって繋いだの？一人出て10分ぐらい何かやってまた一人出て10分ぐらいやってで、また一人出てで、今度3人でもうちょっとやってもうバレバレですよね。3人になってからが異常に長かったんです。一人で10分って意外と長いですよね。長いですね。質問を受けたりとか。質問ありませんか？はい、なんで前田さんいないんですかみたいな。これから出てくるぞみたいな。最後ギリも汗だくで起きたまんまですよね。その時の第一声、前田さんは、いや、ほんとごめん、寝坊した。寝たんですね。素直ですね。で、エンディングですよね。じゃあまた、もう時間も時間です。こっから、その、全部鍵を預けろって言われるんだ。まあ、その後は大丈夫ですね。その後は、はい、強行突破が、はい。まあ、でも先ほどね、ちょっとお伺いした、その夜ヒット、ある意味それがあってチューブの皆さんも飛躍できた。突然ですね。本当。なんだ。いやでもやっぱ最後止められましたね。テレビの前で。ちょっとスープついてたんだ。トウモロコシ。笑顔がり合う楽しくなるわけもなく胸ドキドキ体中が感じてる。空と海のハーモニー焼けつく日差し激しく揺れ湧き出す勇気今なら打ち明けられそう心も程よく夏だね Summer Dream しそうなほど切なく俺を抱きしめてくれ震えてすれて泣き出す上目遣いの危ないと泣かれて切れて別れた憎いあいつに3連敗ああ海沿いの街で